食事食べたいです。ここじゃないですか、食事って。
6時ここだって。帰ってきて早く。あれ、カンスさんがいないと意味ないじゃないかですか。ちょっとカンスさん、はい、ここのボタンじゃないんですか。カンスさん新人なんですか。なんかある。あ、ありがとうございます。さあ、ここ食事する場所だって。あれ、トラ君、トラ君、あとカンスさんまで入ってどうするんですか。放送事故、歌手が入って放送事故。ここだって。あれ、お、なんか出てきた。くれたよ、カンスさんが。まずパンプキンパイだって。座って食べよう。いただきます。あ、ごめん、もぐ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 。あ、なくなっちゃった。え、なんかパンがいっぱい出てきた。はい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 。今日は帰るぞって言っても、ここどうやって帰るんですか。放送事故だ。カンチさんが頑張って外に出たみたい。カンチさん、開けてください。開けて、閉じ込めないで。食堂に閉じ込めないで。あ、開けた。トラ君も出ておいで。あれ、よし。もうすっかり夜ですね。あれ、カンさん、か、早く行くよ。トラ君、持ってきたけどいいのかな。カンスさんハマってるよ、ボタンで。トラ君早くおいで。待って、だって僕今は今日は作業だって。助けて。あ、ジェイクで、あ、ジェイクで。外のことなくていいよ。今日はお風呂だって。お風呂、ほら、今日はお風呂だって。よし、じゃあやろう。カンシさん、バイバイ。カンシさん、閉めないぞ。カンシさん、カンシさん、あ、閉められた。よし、じゃあちょっとこの辺では脱獄するしかない。え、脱獄するしかない。え、監視の服があったよ。トラ君見て見て、トラ君見て。え、何ここ。あ、取られちゃった。ちょっと見さして。よいしょ、日記だって。いちごの日記、6月たす日捕まった。いや、あった、なんかあったよ。これは見ている人はいるのだろうか。今見てるね。あれ、トラ君、これ、あ、カンシさんだ。いや、こんにちは。あ、危ない。いや、こんにちは、カンシさん。まだ僕お風呂疲れてませんよ、カンシさん。閉められた。カンシさんに閉められた。え、ズボンだ。トラ君、トラ君、待って、カンシさんめっちゃ見てるやん。カンシさん、監視室に行かなくても大丈夫なんですよね。え、待って、なんかある。隙間、え、監視のブーツだって。これ監視一式じゃない、やっぱり。これで監視になりすますんだ。疲れました、カンシさん。ちょ、出してください。バイ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 。カンさん、開けてくださーい。バイバイバイ。あ、カンさん、今日は作業ですよね。どこ、これとポーション作りとケーキ作り、どっちの作業なんですか。
あ、ポーション作りですか？あ、ポーション作りね。あれ、トラ君はちなみにどこに行ったんですか？わからない。まあ、作業しときます。さよなら。あ、おー、すげえ。え、なんかある。あ、捨てちゃった、捨てちゃった。なんだろう、これ透明かな、ポーション2個。おーっと、やばいよ。やばいよ、あれ。とりあえず、ちょっとこの辺、うわ、カネさん、なんかね、天の声からお風呂の声。あー、いた。今日はこの作業だってよ。あ、ねえねえ、トラ君、これ、ゲットしたよ。来るんだって。ほら見て、ここに水がある。これでトラ君作ろう。おー、いっぱい水ゲット。ほら見て、トラ君そのガラス瓶でここに水あるから、どうやって治療するんだろう。とりあえず適当にやってみよう。とりあえず適当に、ここにこれで、ここにこれ、え、ここにこれかな。お、できてきてる、できてきてる。こうかな。一回作ってみよう。ちなみにこれは何のポーション。よし、あ、待って、監視さん来た。あ、いや、監視さん、いや、監視さん、監視さん、いや、監視さん、いや、今ちょうど作ってるところです。あ、できました。ありふれたポーションができましたよ、監視さん。え、これどうするんですか。レッドストーンの粉でも入れるんですかね。一回入れてみましょう。特に何も変わりません。え、あ、じゃあ一回これを入れてみよう。トラ君が水飲んでる。まあいいや、ポーション作りはちょっと無理だね。とりあえずポーション水の瓶は入れときますね。よし、とりあえず返そう。よし、あ、カニさんがこっち来いだって。あー、閉じ込められた、遅いからって。あ、出してくれた。次ケーキ作りだって、トラ君。トラ君次ケーキ作りだって。ほら、ほら、トラ君ケーキ作りだって。え、また食べるの。いや、違う、ケーキを作るんだって。お、卵だ。これで卵で作るらしいよ。あ、これニワトリさん。あ、お、見て、牛さんいっぱいいる。え、じゃあどうやってやる。あ、ま、ケーキ作ってよ。ケーキを作るんだね。砂糖、お、バケツ、お、砂糖。お、これで作るんじゃない。ほら、ほら見て、一回作ってみよう。あ、小麦が足りないって言われた。え、そっち何があるの。え、なにこれ。あ、取られた。ちょっとちょうだいって。なんか透明になってない。あ、あ、ダメダメ、監視にバレちゃいけないから、ちょっとその頭ちょうだい。あた、頭そう、なんか監視の帽子みたいなのちょうだい。監視にバレちゃうよ。監視がめっちゃ外から見てるよ。あと本ちょうだい。なんか今さっきやったの。見て見て見て。あー、ダメダメ、そんなとこにうんちゃ。ここにケーキ入れるみたいだね。ちょっとそれ貸してねね。いちごちゃんからのメッセージ。思いついた。え、ちょっと貸して。ねえねえ、ちょっと貸して、ちょっと貸して。よいしょ。あ、いいことを聞いたよ。監視はケーキが好きらしい。だから監視室でゆっくり食べるらしい。監視は確かにいいことだね。じゃあケーキをいっぱい作ろう。うん。何個食べる。とりあえずいっぱい。お、すごい。見て見て。カンシさん、カンシさん、
完食でゆっくり食べてね。今日は帰るって。今日は帰るって。はい。